1月2日、北陸が乾燥しそうです。火の元にご注意ください。週の後半は西から下り坂で、土曜日は広く雨が降るでしょう。東日本と北日本です。明日も日本海側は雪で吹雪くところがあるでしょう。あさって火曜日になると日本海側の雪は次第に止む見込み。今こそ私はですね、強い強い危機感を持ってラストチャンスじゃないのか。ここでちゃんと民主党はどういう政党で旗を明確に立てなければ、国民の皆様から本当に見捨てられて違う野党を求められてしまうんじゃないのか。投資として追求型ならば気をつけたら、はい、さらに旧社会党系の労働組合の人たちがバックに出てきてですね、はい、いずれにしてもそれぞれのカラーが反映した代表戦になっているというところなんですが、バトルが表に出過ぎたと思うんですね。ちょっと打ち上げの目っぽいイメージですね。ですからちょうど3人首相が変わった